どうもありがとうございます。Amazon Web Service Japan の斉藤です。 ID はコエムです。初めての方、そしてお久しぶりの方、どうぞよろしくお願いします。改めてやっぱりカンファレンス生でやるっていうのっていいですよね。なんかすごいワクワクしてます。そしてオンラインで視聴していただいている方もどうもありがとうございます。足元の悪い方の中で来ていただいて嬉しいです。はい、普段はですね、僕はスタートアップ企業のお客様の技術支援をやっているソリューションアーキテクトという仕事をやってます。で、バックエンドのエンジニアとしては20年ほどやってまして、直近だとメルカリって会社でさっきもセッションありましたけども、 PHP を書いている一人の人間でした。ということで PHP は大好きです。はい、で今日はですね、AWS の今ということでですね、AWS この中で僕ら使ってるよって方いらっしゃいますか？ああ嬉しいな、ほとんど上がってますね。超嬉しいです、ありがとうございます。で AWS、使ってる中でいろんなサービス出てきてるんですけども、最近どういうサービスがあるんだろうということでですね、知識の最新情報を皆さんにお届けできたらと思ってます。はい、大きな会社の方、スタートアップでこれからの方、いろんな会社の方がいらっしゃると思うんですけども、中にはインフラエンジニア、うちにいないんだよねっていう方いらっしゃると思うんですよね。そういう方ですとか、あとこれから新しいサービスを作ろうとして小さなプロジェクトから始めよう、また、特にサービス成長していて、どうにかしなきゃいけないんだけどどうすればいいんだろうっていう方に、ぜひこのお話をお届けできればと思ってます。はい、そうですよね。プログラムの実行環境とかデータベースとか割と悩みの多くのポイントだと思うんですけども、やっぱり本番機に載せるときにどうしようかっていうのがあると思うんですね。今まで、本番機だとそのまま OS のインストールした後にポンと載っけちゃったっていう方も中にはいらっしゃると思うんですよね。でも実は開発環境は Docker までできてるって方もいらっしゃると思うんです。でもそこをなんとかしたいって気持ちもあると思うんですよ。でデータベースは特に悩ましいところがあって、スケールアップをしようとしたりするときに一回再起動が必要だったりとか、ひょっとするとメンテを敷かなきゃいけなかったりとかするときがあるんですよね。結構お悩みポイントかなと思います。実際私も開発やってるときにこれお悩みポイントでした。ということで今日ご紹介するのはこの2つの AWS のサービスです。 AWS アップランナーと Amazon オールラサーバレス V2 というものが出てきてます。でこれ、アップランナーは去年、オーロラサーバレス V2 は今年出たものです。で、アップランナーなんですけども、これはですね、1回の設定でですね、コンテナの実行環境をデプロイできる新しいサービスになってます。で、オートスケールもこの後紹介しますけども、同時接続数だけっていう簡単な設定で、実際にオートスケールの設定ができるようになります。で、オーロラサーバレス V2 なんですけど、これ一番大きいのは、なんと無停止でスケールアップ、スケールアウトできるっていうところが大きなポイントです。要するにサーバー止めなくていいんですね。バージョンアップとか以外の場合に。だからスケールアップしなきゃいけないときに、お客さんいっぱい来てるっていうときにって一番止めちゃいけないときじゃないですか。そういうときに止めなくていいっていうのが大きなポイントになります。はい。じゃあ、ちょっとですね、今日は、ツイッターとか事前もしご覧いただいた方だと、手元で Mac とか Windows のパソコンを開けながらちょっと見ていただきたいんですけども、もちろん Linux の方もいらっしゃるから、自分のラップトップ開けながら見ていただきたいんですけども、構成図を中心に今日お話をしていこうと思います。ここたっぷり時間を割こうかと、25分の中で割きたいと思ってます。はい、このアーキテクチャー図、要するに図面ですね。こんな構成の図面、自分のエンジニアの歴史の中で見たことがあるって方いらっしゃいますか？ありがとうございます。結構半分ぐらいいらっしゃいますね。じゃあ、一応皆さんの知識レベルをある程度鳴らしたいなと思うので、この図面がどういうことを僕が訴えたいかちょっと説明しようと思ってます。で、AWS というかクラウドっていうのはですね、さまざまなリージョン、例えば東京とか、AWS だと東京と大阪、そしてアメリカにノースバージニア、オレゴンってあったりするんですけども、まずそれぞれの地域にリージョンっていうのがあります。で、その中にアベイラビリティゾーンっていうのがあって、一つのアベイラビリティゾーンは一つのデータセンター以上の塊です。で、この
リージョンの中にあるアベイラビリティゾーン、東京と大阪だと多くのお客様は3つ見えてると思うんですけども、そのアベイラビリティゾーンの中で2つ以上を使って冗長化するっていうのが基本の構成になってます。これを AWS ではアベイラビリティゾーンを活用した静的安定性を担保した構成と言います。これ名前がついてるんですね。静的安定性って名前がついてます。でこうすることによって何が嬉しいかっていうと、アベイラビリティゾーン、先ほどデータセンターは一つのデータセンターだっていうふうにお話をさせていただいたんですけども、万が一こっちのデータセンター、アベイラビリティゾーンがダウンしてしまったとしても、残りのアベイラビリティゾーンでサービスを続行することができるっていうところが大きなポイントですね。こっちで動かす、こういうことができる。そしてオートスケーリンググループ、ここはちょっと静的安定性以上の話になってきますけども、オートスケーリンググループ、例えばある一定の負荷異常がかかった場合は EC2 仮想サーバーのインスタンスを増やすっていう形で自動的に対処することによって、多くのお客様が来ている時にも十分な計算機資源を確保するっていうことができるようになってます。これが要するに今までオンプレミスと呼ばれていた物理サーバー、僕も物理サーバーでインストールしてたことありましたけど、こうやって一生懸命棚に収めるんですよね。ああいう時代とまた変わって、計算機の資源を必要な時に必要なだけ使うことによって投資対効果を上げる、要するに最低限の投資コストで最大限の結果を得られるような時代が来たのが、大体日本だと10年前の東京リージョン来たぐらいかなと思います。でこれだと確かに可用性が担保できてクラウドっぽい、まあ今のクラウドだと大体こんな形が一般的っていうところになってるんですけども、皆さんデベロッパーの方が多いと思うので、私ペチパーデベロッパーでございます、開発者ですって方どれだけいらっしゃいますか。おお、やっぱみんなですよね。ありがとうございます。実はいいんですよ、 IT インフラそんな俺得意じゃないって方いらっしゃいますいいんですよ、ありがとうございます。あ、じゃあじっくりちょっと説明したいと思います。半分ぐらいなので。そうすると、皆さん、OS のアップデートとか、データベースのインスタンスの大きさとか、EC2 のインスタンスの大きさとかって、どのぐらいにすればいいかって、わかりますか？もちろん IT インフラに精通したエンジニアの方であれば、電卓を打ったりとか、自分で見積もりを立てたりすることはできるんですけども、まあ、なかなか難しいと。でそもそもまず EC2 でやった場合、 OS をインストールした先のところから全部お客様の方でやってもらうので、自分で管理するところは OS 含め全部なんですね。そうするとパッチ当てたりとか、なんかカーネルのパッチ当てたりとか再起動したりとか、アントラっていうのを全部やらなきゃいけないっていうのがなかなか大変です。まあここまでいいかなと思います。まあ問題点っていうところが出てきたってところです。じゃあアプリケーションコンテナ化、この中でどっか使ったことがある方いらっしゃいます？ありがとうございます。まあ、簡単に言うと ほぼ全てなので、じゃあどっかの説明を端折ります。どっかを使ってしまうと何が嬉しいかっていうと、ちょっと今図面変わったところがあると思うんですけども、ここ変わりました。何かっていうと、AWS には AWS ファーゲートっていうコンテナを実行するためのサービスがあります。こいつを使っていただくと何が嬉しいかっていうと、OS のレベルは AWS でメンテナンスしますんで、OS のことは気にしなくていいですよっていうサービスなんですね。まあ、簡単に言うと、皆様の方でコンテナを作っていただいたら、それをデプロイすれば本番サービスが提供できるっていうものになってます。でもここまでやっても、やっぱり問題点が残っているのは、その依然としてオートスケールの設定、まあ、例えばインスタンスのサイズどうすればいいのか、負荷はどのぐらいかかった時にどのぐらい広げればいいのかって問題点だけ残っちゃうんですね。さあどうしようというところで本題に入ってきたと思います。図面がまた変わります。おっと、大きく図面が変わったぞということでですね、どこが変わったかっていうと、大きく分けて2箇所です。こことここになります。でまず一番左側が AWS アップランナーのアプリケーション実行基盤の部分になります。で右側がデータベース Amazon オーロラサーバレス V2 の部分になります。で何が変わったのかっていうところなんですけども、先ほど出てた
ロードバランサー、コンテナ実行環境を他にもいろいろと管理するところがあったりする。あとネットワークの部分ですね、ネットワークの部分とかそういうのを全部抽象化してます。皆さん思い出してください。古いエンジニアの方だったら分かると思います。データベース叩くときに昔々は SQL を生で書いてたと思います。そのうちプレースホルダーが出てきて、そのうち OR マッパーが出てきたと思います。そんな感じで抽象化されていってます。そうなんですね。なのでこの中に全部ひとまとめに抽象化されることで、何度コンテナをデプロイするだけでオートスケールできる IT インフラ、それもちゃんと静的安定性を担保しながらできるサービスが AWS アップランナーになります。そうです。でさらにリレーショナルデータベースの方なんですけども、リレーショナルデータベース、先ほどインスタンスサイズ再起動するとき、大きく書いておき再起動しなきゃいけないって話がありましたけど、ここサーバレス、オーロラサーバレス V2 っていうものが、ちなみに V1 はできない、実は再起動あったんですけども、手段があったんですけども、 V2 から手段なくなりました。なので例えばお客さんいっぱい来て、例えばメディアにテレビに取り上げられましたとか、ツイッターでバズりましたって、特に 2C のサービスやってらっしゃる方すっごい苦労したと思うんですよ。私も苦労しました。そういう時にも瞬時にオートスケールするっていう仕組みをなんとサーバーレスで実現しているっていうのがオーロラサービス V2 です。で、一番大きなポイントはこれ MySQL 8.0 か Postgres の13なんです。 PostgreSQL の13なんですね。だから普段使っているリレーショナルデータベースの使い勝手はそのまま、もっと言ってしまえば PHP のデータベースをアクセスするコードを変えなくていいんですね。インターフェースが近いじゃなくて一緒なので、今まで使っているオーロラと全く一緒なので、そのまんま移行していただく、アプリケーションを移行していただけるっていうところに大きなアドバンテージがあるかなと思います。あといろんなその KVS とかノエスケールとか使っていただくと、もちろんどんどんスケールしていくっていうのはあると思うんですけど、やっぱり大きくインターフェース変えなきゃいけないっていうのが問題になって、大きな改変が必要になってきたりするんですけど、そういうことも必要ないと。かつ一つのクラウド AWS の中に閉じているので、レイテンシーもいいんです。ネットワークの、例えば東京リージョンでやっていただければ、東京リージョンの中で全てが完結するので、レイテンシーもいいっていうところもポイントかなと思います。はい、というところでじっくりここまで図面を説明してきました。改めてちょっと図面を比較すると、コンテナ実行環境のところから説明しちゃいますと、ここの部分がアップランナーに変わります。ファーゲートがアップランナーに変わる。でデータベースの部分はサーバレスに変わる。インターフェースは一緒だけども、スケーラビリティが変わるっていうところになります。ここまでまとめていきたいと、まとめになります。じゃあちょっと次サービスの紹介に行きたいと思います。時間なんでちょっとあんまりないので、13時45分までなので、かいつまんで説明をしたいと思います。すべての説明っていうのは、改めてこのスライドを公開してますので、ご覧いただきつつ、あとポインターも示してますので、皆様スライドダウンロードしていただいて、ポインターからアクセスいただければと思います。ちなみにこのスライドは、タイムテーブルおよび僕のツイッターからアクセスすることができます。はい。じゃあまずアップランナーの説明をしていきたいと思います。はい、先ほどもちょっと繰り返しになっちゃうんですけども、 AWS アップランナーの出てくる時代の前っていうのはネットワークを組みます。そして先ほどコンテナの実行環境のファーゲートおよび ECS、実際 ECS on EC2 っていうのもあるんですけども、コンテナの実行環境を組みます。ロードバランサーを組みます。そしてその配下で動く、実行環境に対してオートスケールの設定を組みます。でちょっとこのコードビルドのところは後でちょっとお願いがあるので、またちょっと後で説明します。でここの部分、大きくペチパーの皆さんにはここの部分の負担を軽減するのが AWS アップランナーです。はい。で確かにいろいろと今までオートスケールできたりとかして負荷分散はできるようになってたと思うんですけども、インフラエンジニア
ジニアが専門知識を持ってやってればできたかもしれないけど、アプリケーションエンジニアの方が少ない人数で新しいサービスを投入したりとか運用したりするにはまだまだ手間がかかってたと思うんですよね。その負担がそのアプリケーションのスケーラビリティの設定という点で負担を下げることができるというのがポイントになります。はい。でセットアップなんですけども、後でまたスクショとかをご覧いただきたいと思うんですけど、まずAmazon ECR っていうコンテナのレジストリー、まあ、リポジトリですね、Amazon ECR にですね、皆さんが組んだ Docker のコンテナをですね、保存していただきます。そうしますと保存されたコンテナをそのままなんと自動でデプロイをし始めます。でデプロイをし始めますと、ロードバランサーとコンテナのインスタンスが裏側で自動的に立ち上がります。要するに皆さんの方でロードバランサーの設定の設定をなんか一生懸命CDK とか、クラウドフォーメーションとかで書いていただく必要は全くありません。でコンテナのインスタンスもなんと勝手に立ち上がります。でさらに、ドメインデフォルトドメインっていうのが一番最初決まっていて、ちょめちょめちょめドット AP ノースとノースイースト1とかいう感じで、まあ、AP ノースイースト1っていうのは東京リージョンのことなんですけども、appranner.com っていう URL が当たります。でこれちなみに例えば僕みたいに coem.com とかにしたい場合はルート53を使っていただいて、エイリアスレコードを使っていただくと coem.com とかでアクセスできるようになります。ちなみに CNAME も使えるんで、CNAME でやりたい方、例えば DNS サーバー別で持ってらっしゃる方は CNAME でやっていただけます。でルート53で動かしていただいている方はエイリアスっていう機能を使っていただければ、例えば僕のように coem.com で使っていただけるという感じになります。でオートスケーリングなんですけど、これスクショ見ていただくと分かるかもしれないんですが、大きくパラメータ3つしかありません。もっと言ってしまうと一番重要なのは1つしかありません。同時接続数です。1コンテナあたり何接続受け付けるか、この設定だけです。皆さん PHP で実行されていると API サーバーとかだと PHP FPM とかで作られていると思うんですよね。で PHP FPM って1プロセス1コネクション担保していると思うんですけども、そういうコネクションの数以上受け付けてもしょうがないじゃないですか。だからだいたいその数字を目安に1コンテナ、どんぐらいの、リソース、接続数を担保するのかって設定をしていただくと、そうすると多くのお客様が来た場合、ユーザーがアクセスした場合にその数を超えた場合、コンテナがさらに起動して受け付けるようになるという形になります。あと最小数と最大数があるんですけども、まあ、最小数は本当にアクセスが少ないときは1でもいいと思います。まあ、あんまり少ないとコンテナの立ち上がり立ち下がりっていうところのオーバーヘッド出るので、ある程度アクセスがある方は上げていただくといいかもしれません。で最大数なんですけど、完全な最大数は25です。で、これはハードリミットといって、今のところ上限として、なってますと。ただこれ他の数字に変えていただく理由一つあるとしたら、自分たちが意図しない課金が万が一発生したら怖いなって方がいらっしゃれば、最大数を少しだけ例えば10とかに抑えていただいて、何でしょう、本当にそのメディアに取り上げられる前とかそういうことが分かっている時以外はそういう形でオートスケールの上限を設定していただくっていうのも一つの方法かなというふうには考えています。でこんな感じでオートスケールしていくという感じですね。まあ簡単に。でログなんですけども、ファーゲートでログを管理していると自分でログのインターフェース作んなきゃいけないんですけども、アップランナーはログをまとめる機能があります。なので標準出力のログそのまま取りまとめてくれるので、後で検証したりするときにも便利です。あとメトリックも取れます。リンクもどうぞ。でオーロラサーバレス V2 の話をしていきます。でオーロラサーバレス V2 なんですけども、最小の CPU 数と最大の ACU っていうんですけども、計算機の使用量を決めていただければ大丈夫です。で、最低が 0.5ACU、 マックスが 128ACU で 0.5 刻みと上がってきます。で、1ACU がメモリ 2GB です。で、皆さんマイスケールとか使っていただくと分かると思うんですけども、バッファープールのサイズの話があると思うんですよ。
で、バッファープールのヒットレートがあまりにも下がるような、数字まで下げない方がよろしいかと思います。バッファープールがある程度効くレベルの低い数字で維持していただいて、お客様が大量に来た時には受け止められるようにスケールアップスケールアウトできるような状況にしていただくとよろしいかと思います。あと最大値も実際に過度なアクセスが自分たちのその財務状況を超えるような過度なアクセスが来ないようにするためのフェイルセーフな仕組みとして使っていただければというふうには思います。はい。で、実際にシームレスにどうやってスケーリングしているのか、メトリックもしよろしければ皆様の環境でもテストしていただけるといいと思うんですけども、定常アクセスをずっとかけている状態で、さらにその定常アクセスをかけていくと、瞬時にスケールしていってるのが分かりますっていうのがこの図になってます。で、実際にアクセス、赤線が実際のアクセスなんですけども、アクセスがなくなっていくとだんだんとスケールがシュリンクしていく形になって、当初設定したミニマム値までに落ち込んでいくという感じになってます。はい、そんな感じですね。で、注意点があります。AWS アップランナーとオーロラサーバレス V2 でそれぞれちょっと注意点があるので説明をしていきたいと思います。あと、バッチとワーカーが実は実行できないっていうのがちょっと今のところ制限事項になってます。これ回避する方法を後で説明します。あと、アクセス元の制限は現在はできません。いわゆるオープンなインターネット環境のみという形になります。あと、実行できるコンテナ最大数は25ということで、先ほどご説明した通りです。あと、オーロラサーバレス V2 なんですけど、マイスケール 8.0、ポストベース13なんですけども、新規で立ち上げる方には多分問題ないと思うんですが、移行される方は、例えば MySQL 5.5 いくつとか、そういうところから移行される方っていうのはちょっとご留意いただきたいなっていうふうには思います。はい。あと、これは課金の問題なんですけど、リザーブドインスタンスとセービングスプランズには今のところは対応してません。はい。ちなみに移行するときはデータベースの移行の場合は多くのケースはスナップショットを取って、そのスナップショットから戻すっていうのが移行の王道のパターンにはなってます。で、これが私の考えるサンプルのアーキテクチャになります。で、ポイントがあって、先ほど申し上げましたバッチプログラムの実行環境を整えるためにちょっとファーゲートを残してます。で、ファーゲートを使ってさらにイベントブリッジのスケジューラーを使ってバッチの起動の管理をしてます。で、これによってイベントブリッジはリージョナルサービスといってアベラビリティゾーンに依存しないサービスなので、可用性が高くバッチ実行をしていただけます。で、オーロラサーバレス V2 なんですけど、これアベラビリティゾーン書いてないのは自動的にその辺も展開もしてくれるからということでですね、実際は設定では出てくるんですけども、オートスケールしたりとかフェールオーバーしたりするっていう点でもうこんな感じで関数にまとめてます。そして、AWS アップランナー、ここはもうフロントエンドは AWS アップランナーで受け止めてオートスケールするような、かつ可用性も担保できるような構成を取るというところです。おっと、コエム、下のコードパイプライン、これ別に GitHub Actions でもいいんですけども、CI/CD が残っているのはどういうことだっていう話があると思うんで、これまとめの後に説明したいと思います。で、アップランナーですけども、コンテナ化されたアプリケーションを複雑な設定を施すのをしばらく公開できます。で、サーバレス V2 は使い勝手はそのままです。はい。で、オートスケールします。で、身近に扱っているものなので、あと悩んだら僕らのような AWS の SA にぜひ聞いてください。はい。4階で、今日僕らの仲間が集まって質問に答えてます。何でもいいです。なんかたまに人生相談とかもあるらしいんですけども、ぜひ来てください。はい。何か質問していただくとノベルティープレゼントです。あと、お前パイプラインなかったのどういうこっちゃっておっしゃる方、ちょうどいいと思うので、アップランナーが PHP を直接サポートすると、なんとパイプライン書かなくてよくなります。もし、その考え方に賛同いただける方いらっしゃいましたら、この後僕 RT するんで、リツイートするんで、いいねしていただけると嬉しいです。そうするとパイプラインは消えます。はい、時間になりましたんで、こんな感じで終わらせたいと思います。どうもありがとうございました。